おはようございます。ケンです。今朝はイーロンマスクさんの裁判の続報です。イーロンマスクさんが証言台で何を語ったのか、こちらの解説記事を紹介したいと思います。この YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーの紹介をメインに発信しています。テスラや EV に興味ある方はチャンネル登録をお願いします。まず、 記事のタイトルですけれども、イーロンマスク裁判、テスラ CEO ツイートをめぐる証言で正しいことをしているつもりだったと発言となっています。今回はフォーブスの記事です。まず、現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在はですね、144.03ドルと取引直後は146ドルぐらいまで上昇したんですけれども、 その後一気に下げて141ドル近くになり今は144ドルとなっておりますでは記事の内容に入っていきたいと思いますまずトップラインですけれどもイーロン・マスク氏は米国の財布郵送に対する集団訴訟での裁判で証言が3日目に入りテスラを非公開化する可能性がありそのための資金的裏付けがあることを示した 2018年の悪名高いツイートのシーンを倍化させましたではまずキーとなる事実について解説をしていきますサンフランシスコの連邦裁判所で東部標準時の11時30分頃に証言台に立ったマスク氏は弁護士のアレックス・スピロ氏からの反対尋問を受け自分は正しいことをしていると思っていたと証言しましたマスク氏は 一部の大株主だけでなく、すべての株主が非公開化を認識していることを確認するつもりだったと付け加え、買収に関する非公開の議論を開示することで、個人投資家を傷つけたり、誤解させたりするのではなく、助けるつもりだったと主張し続けていることを掘り下げました。上場企業は重要ではない、 公開情報を証券取引委員会を通じて開示することになっています。マスク氏は自分の真摯な意思を貫くものの非公開化ポストですでに大きな痛手を負っています。SEC は彼とテスラ社にそれぞれ1000万ドルの罰金を課し、テスラ社の取締役会長の解任を命じました。なぜなぜらマスク氏は取引の可能性が 不確かであることを知っていた上誤解を招くツイートにより著しい市場の混乱が生じたとし電気自動車メーカーの株価がツイート当日に6%も跳ね上がったことを指摘しました次に主要な背景ですけれどもこの証言は2018年8月7日にマスク氏が1株当たり420ドルで テスラを非公開化するための資金を確保したとツイートした後、株価の短期間の上昇とその後の下落で損をしたというテスラ株主の集団が提起した数十億ドルの賠償金を求める注目の民事訴訟の一部として行われたものです。マスク氏は金曜日に約30分、月曜日に5時間証言台に立ちました。 彼の弁護の大部分は、サウジアラビアの政府系ファンドが実際に買収を実行するのに十分な資本を約束したという彼の信念と彼のツイートは、ファイナンシャルタイムズがこの出資について報道する前に、すべてのテスラ投資家に数十億ドルのサウジアラビア投資を知らせようとしたものだということでした。 420ドルの株価は、この数字がマリファラに関連していることから、単なる偶然ではあるが、確かにいいカルマを表していると証言しました。重要な引用ということで、一言で言えば、JP モルガンはテスラを嫌っている。マスク氏は火曜日、マスク氏と JP モルガンの億万長者であるジェイミー・ダイモン CEO との間の 厳しい公の確執について証言しました。米国最大の銀行は2021年11月、かつての取引先を1億6200万ドルで提訴しました。タンジェント。これは話題の転換という意味なのかなと思いますが、法廷での手続きは月曜日にマスク氏が裁判所職員の指定したスペースに駐車したことから、 マスク氏の物流と駐車スペースについての議論から火曜日は始まりました。エドワード・チェン裁判長は、2人の間で解決すべき論争だと冗談めかして発言しました。まあ、少し話題がね、全然違うものを書かれています。そして、フォーブス・バリュエーションということで、フォーブスの評価ですね。当社の最新の推計では、マスク氏の純資産は1590億ドルで、 世界で2番目に大きな財産であるとされています。テスラ株が33%上昇する中、マスク氏の資産は年初来で130億ドルに増加しましたが、2021年11月のピークからは50%減少しています。はい。ということで、今回はイーロン・マスクさんが証言台に立って、ことの真相について語ったという記事を紹介しました。 個人的な感想としては、イーロン・マスクさんは結構誤解されやすいのかなという印象がありまして、人の役に立ちたいというベースがあるけど、それを逆に捉えている方もいるような、そんな印象があります。人の役に立ちたいというベースを分かっている方からは、熱烈な指示を受けるけど、違う印象を持たれている方からは、批判を受けるというような、そんな印象を持っています。 僕自身は人の役に立つことをベースにされていると思っています。そもそもそういった信念がないとこんなに成功はできないんです。人の役に立つというベースがあるからこそビジネスでもうまくいくわけです。ツイッターの買収だってそうだと思います。もちろん株価が下がったという事実はありますが、誰よりも損をしているのはイーロン・マスクさんです。 けどツイッターをどうにか再生させたいという思いがあってやったことだと思います。じゃないと自分の資産を売ってまで赤字で財政困難な企業を買って立ち直しをさせようって思うのかなと思います。もし自分ごとに置き換えた時に自分だったら自分の資産を売って赤字で財政困難な企業を買うかと聞かれたら僕には無理ですね。 なので意見や考え方というのは人それぞれあるので一概にこれが正しいというのは難しい点もありますが僕は人の役に立つことっていうのがベースにあるんじゃないかなと思っています僕はペーパルを作られた頃からイーロン・マスクさんはすごいと思っていますがペーパルだって日本人の方はそんなに使っている方は少ないと思いますが 海外で考えたときに多くの人が普通にペイパルのアカウントを作ってペイパルを利用していたりしますからね。なので僕はこの2018年のツイートもイーロン・マスクさんが証言台で語ったことは本音だと思っています。はい。という感じで、えー、僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなどテスラのある生活について発信しています。 テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。記事の和訳と引用元はブログの方にアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では、最後までご覧いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。 今朝はイーロンマスクさんの裁判の証言について記事を紹介しました。その他のニュースとして、こちらですね。こちらもフォーブスの記事なんですけれども、記事のタイトルは、テスラの収益、成長にもかかわらず、収益は期待外れになる可能性があるということで、最初のこちらをね、紹介すると、テスラは好調な決算報告で株価を下支えする可能性があるが、 アナリストは楽観視していない。EV メーカーは1月25日水曜日の市場終了後に第4四半期の決算を発表する予定です。コンセンサス予想では全四半期比で増収増益となるがアナリストや株主はいずれにせよ失望する可能性があるという感じで決算前に関するアナリストの記事がありました。 明日が決算発表になるので、その結果がどうなるのか、そしてその結果を受けて株価がどうなるのか、また YouTube で紹介したいと思います。はい、昨日からですね、僕の住む福岡の方も、1年のうちにそんなに雪が積もったりっていうのはないんですけれども、さすがに雪が積もりまして、子どもたちも学校から帰ってきた後にずっとね外で遊んでいるというふうな感じで、 なかなか雪がない地域なので、雪っていうのを楽しんでいました。けどやっぱり今朝もかなり寒いですね。で、外を見るとそんなに雪が降ったような感じはないんですけれども、今日はやはりその通勤時の交通が麻痺するんじゃないかなとも思いますし、車で通勤とかされている方っていうのは、いつも以上に注意して出勤の方をされてください。はい。ということで今朝も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた